感謝感謝大感謝、よしもんです。はい、皆さん、前回の週は生放送来ていただいた方本当ありがとうございました。もうベロベロになってね、結構途中からなんか最後ら辺は本当ただの飲んだくれ配信で、ちゃんとしたなんか面白いこととかも全く言えてなかったと思うんですけどね。よかったら4時間もありますからねなんかすっげー暇な時とか作業中の BGM によければ再生してみてください。ということで、今回の動画はですね、まあちょっとねお昼ご飯作ったんで、お昼ご飯食べながら、まあ、なんか話しようかなっていうだらーっとした投稿になると思います。いつもみたいに何かはっきり目的が決まってるような動画ではないって感じですね。はい、ということでね、まあ、今日は全然おしゃれでも何でもないんですけど、これ大量のスパゲッティを作りましたので、これを食べながらね、なんか話していきたいなと思います。いただきます。多分ね 1.2 人前ぐらいはあるんじゃないかなと。結構かねえね、うんパンも美味しい。最近は教えていただいた宇宙戦艦ヤマトを見ているんですけれども、宇宙戦艦ヤマトをね見ることによって、なんか一つのことに気づいたというか、なんかその宇宙戦艦ヤマトってやっぱ戦争の話じゃないですか。その戦争、戦いの話だと思うんですけど、あ、こっち側にもこういう正義があるんだとかね、こういう考えがあってここで、あ、すれ違っちゃってこうなっちゃったんだなみたいなのをこう見てるうちに思ったのが、あれみたいな、これってなんか普通に現実に起こってることなんだと思って、何を当たり前のこと言ったんやって思われるかもしれないんですけど、そこからね、ここ最近は第一次世界大戦とか第二次世界大戦とか、その自分が今まで文字としては知ってるし習ってきたんだけど、本当に全然よく分かってなかったんですよ。本当に分かってないし、全然ほとんど覚えてないんですけど、なんかそういうことをちょっと検索したりとかして、なんかどういうことでそういうことになってるんだろうかとか、そういうのをちょっと調べたりするようになって、でもちろん今でもなんか 100% 全然分かってなくて、多分 50% ぐらいも理解できてないんじゃないかな。だけど前に比べたら、そういうなんかその過去のね人たちがやってきた、まあ、戦争だったりとかね、国同士の、その戦いのことについてちょっと興味を持ってきたというか、でそういう風にしてる中で、ちょうど今もう本当世界のニュースだと思うんですけど、まあ、そのロシアとウクライナの今問題で、まあ、もう戦争が始まってしまったっていう風に言われてると思うんですけど、まあ、ちょうどその私が意識をねちょうど向けた瞬間にそんなことも起こっていて、まあ、それを調べていくんですね。ウクライナは8年前からロシアに侵攻を受けてたとかいろいろ書いてあって、まあ、私もちょっと本当にまだまだ勉強が足りてないので、その 100% その内容っていうのは理解してないんですけど、まあ、やっぱ今起きてることもすごい、なんかね、以前はやっぱりその人ごと、本当に人ごとだったんで、日本はすごい平和に感じるから普通の日常を送ってたんですけど、ちょっと今ねこのニュースとかがすごく自分のことに感じます。実際現地にいるわけじゃないんですけど、そういういろいろ調べていく中で核のこととかも勉強したりとか、そうだって今もう多分 全国の核がもう爆発とかしたら多分地球がマジ終わるぐらいのレベルの武器があるんだなって思ったりとか、でもそのお互いにその平和のために、その相手がやってくるかもしれないからこっちも備えなきゃっていうのもすごいなんかわかるし、で今回のそのロシアとウクライナのことも日本のニュースとかを見てると、やっぱロシアが悪いっていうのはわかる、言われてるのもわかるんですけど、それもやっぱりそのお互いの過去の流れとかがあるから、なんか一概にそうなのかなって、なんかまだよくわかってない状況です。なんかどうなんだろうみたいな、どこが悪くてどこがいいとかもよくまだ 100% わかってないから、なんかいろんなニュースを見ながら今勉強してるって感じですね。そうなんだっていう、最近だからね、なんかこうちょっと心がなんかざわつくというか、なんかニュースとかでなんか可愛い生き物特集とかすごい平和なニュースやってるのとか見て、平和なことってねすごい大事だと思うんですけど、だけどなんか正直今、こんなことなんかニュースにしとる場合なのかなとかって思ってしまう自分もいたりとか、難しいですね。でも自分がこうやって YouTube 発信する時もアニメとか楽しいこととかやっておけばいいんですけど、なんかちょっとね引っかかるところがあって、すごいね、今なんか変な気持ちになってますこんなに地球上人いるから、なんか一人がこうやって考えたりすることって何の意味があるのかなとかね、すごいなんかいろいろ考えちゃいますね。
なんかね、何の動画なんだろうって感じなんですけど最近すごい思ってることです。なんか全然関係ないんですけど、ちょっと肌が綺麗になってきた気がする。なんか最近ね、毎日寝る前にあの顔をちゃんと洗って、顔を洗ってたんですけど、今までも顔洗ってもね、何にも別に塗ったりとかせずに寝てたんですよ。なんか本当に乾燥しまくるし、で顔はちょっともうあんまりにもひどいから、まあ今でもまだねちょっとここになんかポチってねニキビ跡が残ってるんですけど、まあとにかくちゃんとしようと思って毎日ね寝る前は顔洗った後になんか保湿をしてね、なんか保湿の化粧水と保湿クリームとか塗って毎日ね寝るように、多分この1ヶ月ぐらいしてると思うんですけど、そしたらなんかちょっとなんか動画に映る感じのおでこがなんか今すごくないですか、なんかピカピカピカって感じで、はい、今全然関係ないんですけどわーね、もうほんとやだ、なんか暗いニュースばっかりでね、ほんとそう、もうほんと暗いニュースばっかりでやだ、もうやだみたいな。はい、ごちそうさまでした。完食です。うまうまですね、自分で作ったけど、うまい。はい、ということでね、今回はちょっと暗い感じの動画になってしまったかもしれないんですけれども、まあ、本当に今率直に感じてること、なんか思ってることをね動画にしてみました。まあ、次からはねちょっとちゃんともう普段通りというか、なんか普段通りってなんか変な言い方ですけど、まあね、あの今までな感じでね動画をアップしていきたいと思いますので、よければね引き続きチャンネルの方を応援していただければと思います。はい、では今回の動画がね良かったなと思う方はグッドボタン、高評価ボタンですね。で800人この間突破しまして、本当ありがとうございました皆さん。あの残りね100-190人ぐらいかな、約登録ありましたら1000人達成しますので、よければ皆さんチャンネル登録の方をぜひぜひよろしくお願いします。はい、そしていつもコメントくださる皆さん本当にありがとうございます。あの全てのコメントね読まさせていただいて、お返事も必ず全てあの遅くなってもさせていただきますので、よければコメント、今回の動画もちょっと重たい話題だとは思うんですけれども、何でも大丈夫なのでコメントいただければありがたいです。はい、そして最後に、Twitter をねやっておりますので、こちらはあの生配信のお知らせとかなんかそういうのをねツイートしていきたいと思いますので、よければフォローお願いします。そして最後に TikTok もやっておりますので、ぜひチェックしてみてください。はい、では、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録、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 チャンネル登録タイムです。チャンネル登録タイムです。チャンネル登録タイムです。